はい、始まりました。会議ですか。いや今回はね、財布と携帯落としたら、落としたらじゃなくてどっちが大事か。どっちが大事か。それやっぱり財布。なんで？悩むね。やっぱ個人情報とか勉強した。財布に何を入れてるかよね。まあね、キャッシュカードとかね。携帯も結構重要やろ。個人情報さ、携帯とか電話帳とかさ、全部バレるよ。そもそも携帯はもう高いって。高い。これだって新品で買ったら10万近くする。iPhone は10万。安いやつだったら、安いもっと安いんじゃない？スマホだったら3、4万ぐらい。そうそうそう。ああ、でも高いな。だから、財布に普段からそんぐらい入ってるかっていう。ああ、まあね。でもカード入れてないですか？あ、銀行のカード。でもそうじゃん、財布にさ、カードでちょっとさ、暗証番号さ、やられてさ、抜き出されたらさ、あ、まあね、クレジットカードもあるし。あ、そうか。悪用されるんだよ。せやね。俺多分ね、財布なくした方がめんどくさいような気がするな。あ、携帯やったらさ、うちなくしてもさすぐ解約すればいいですけど。それもあるし、あ、今ね、クラウドって言ってさ、データ全部ネット上に保存できるじゃん。ああ、それやってるけど。それ言おった。うん、ショップの人は言おった。うん、俺やってるけど。だけど、うちなくしてもそこにあるけど、保存されちゃうけどさ、そこまで。ちょっとそれでいいよと、ティーさんは。それやってると問題ないと思う。まあね。で、直近でね、携帯を紛失された業さんとしては、そうそう。え、どんな気持ちだったの？もうね、仕事が出るんですか、まず。もうそわ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 してさ。どうやって探し出した？まあ、とりあえず、昨日行った店を全部聞いてった。ああ。で、たどり着いたよね。カメティの場合は携帯なくしたよね。あ、まあ、携帯いろいろ聞いたよ、やっぱり。携帯は、そうやね。っていうか、もう絶賛なくし中なんやけど、やっぱり、いろんなとこに聞く。あ、そりゃそうだろうね。でも、不便よね。なんかこう、電話が分からんもんね。家庭だ。それこそ、それこそあれですよ。なくしたの、こう、抱負ですけど、抱負でなくして、まだ見つかってないから。ああ。じゃあ、届きは出したの？時の出してる。あ、ゲスト、で、そうそう、何か所か行ったところしらみつぶしに聞いたけど、わからない。誰も本当にやってた。で、ああいうのって結構うるさくて、カメラ、監視カメラとかチェックしてくださいよって言っても、意外と調べてくれないっていう。先生。俺も一回大阪行ってさ、タブレットなくしたの。ああ、いや、言うたね。結局さ、もう探しまってさ、なかった。な、聞けなかった。で、また止めてもらったんだよ、もう。タブレットは、通信やってしてなかったけどさ。だけど、まあ、関係んよ。契約してなかったけどさ。だけど、とりあえず、まだ大出しの買った。熊の教えたやろ。面白いやつ。じゃあ、なくさんようにね。そうだね、ああいうのってほんまなくしたらほんま絶対ショックよ、めっちゃ。見つからんときは絶対見つからんからね。なくした経験ありますか？物とかもなんか言うのかな、物とか携帯が特にない、すごいね。すごいですね。で、財布にはいくら入ってるんですか？財布今1200円。あ、1200円。でもラーメン食ったから。あ、そうか。ラーメン食ったから。いつも、どんぐらいお金持ち歩く？大体平均。大体まあ、2000円。なんぼ？こっちは5000円ぐらい。5000円ぐらい。どうぞ。やばい、1、2万よね。まあ、そのもんよね。1、2万やばいことあるぞ。でも、キャッシュカードも一緒に持ち歩いてるから。あ、まあだってあれ、合コン行った時にね、クレジットでね、払うだけ。クレジットそうクレジットカードで、クレジットカード、伝説ね、伝説逃げられたから、そう DCMX カードで支払うじゃん。
さあ、合コン。難しいね、難しい。合コンで逃げられた話はまたちょっと別の機会に。別でしょ。話したい。だけど、とにかく、ね、うん、どっちが大事かってことだよね。うん。まあ、最初だね、やっぱり。じゃあさ、今、携帯とスマホど、どっちかにしてくれってのはどっちで？でも携帯も捨てがたいな。携帯からやっぱり連絡つかんもんね。自分も携帯から。携帯を残したい。どっち？どっちなの？どっち？落とすならどっち？落とすならどっち？今落としてなくなるとしたら。もしも携帯と財布。携帯。携帯いらん。携帯いらない。なんで？まあまあまあいいわ。どっち？自分はやっぱ財布かね。財布大事。あ、財布が落としてもいい。そっからかんひげな。そんな問題か。まあ、クレジットカードはね、停止すればいいから。まあね。まあね。いや、俺それがめんどくさいんよ。停止するのは。会議やろ、別に。うん。で、また手続きして、早く越してくれってさ、いちいち手続き書いてさ、書類。あれ、大嫌いでさ。携帯はやっぱ中のデータプラス本体代がそもそも高いってのもある。なるほど。まあ、ここら辺しましょうか、うん。はい、ということで、まあ、人それぞれ。人それぞれ。人それぞれということですね。うん。ですね。はい。まあ、汚いように。汚いように。はい。はい。